とにかく助けてこっちに出さなきゃ一刻も早く、うん、ウミガメの保護に取り組む南国市ウミガメ守ろう会のメンバー中澤光明さんは今月18日ある光景を目にします。ブロックがこっち側とこっち側あるでしょ、あ、これ砂がもうほとんどなかったけど、ここまで産卵場所をまだあくまで行って探しに行っていたのがここのところです。ここからこう、この坂ですき、もう自重でダーッとこけて滑り落ちて滑走滑落みたいです。滑り落ちたという。ほんでこうら背中があの角のところでガッと踏み込んで、あ、今波消しブロックの間に見える大きな甲羅、ウミガメは身動きが取れません。この姉貴の膝履きも読んできたら二人で抱いてくる。おお、危ないで、手が手かまれへん。手袋やっちゃう。前着ろ、いかんいかん、前着よ、前着よ。これ出れんじゃない、出れん出れん、そっちは出れん、うん、バックや、やばいやばいやばい、あ、いかんが入った、いや入った、いや、まあ、せーの、そう、せーの、せーの、どうだみないのこにゃほら、ロープを使って方向を変えようとしますが、引っ張って、せーの、そうそう、それ順番にゃ、それでよっしゃ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 、おう、その順番にゃ、頭って反対向きやで、あ、頭をあのに東向けて、頭を東向けて、テルを反対向きよ、まだこの待って、待って待って、亀が反対向き、亀が反対向きよ、東向かんとかん、背中ね出てこだってね、あの向こうも一応言うわ、ここでこう変えるいうのはなかなか難しい、ね、ウミガメの体長は1メートル10センチほど、推定体重は80キロです。必死の救出作業の末、おお、ようやった、ようやった、手振りゆで、ほらほらほら、来た来た、行きたいたで、行きたいた、おお、よかった、嬉しいよ、たまらない、ほっとしたですね。この動画を撮影していた浜田則夫さんは、このウミガメにはある特徴があったといいます。その時に見たね、印が富士壺、ここでも見て、あれ覚えちゃけよって言ってみんな、ここついちゃったよ。珍しいことに、そのウミガメの甲羅にはぴったりと富士壺がくっついていたのです。そして救出劇から5日後のことでした。これ発信機じゃないか、いや、この間のカメや、いや、この目印、これがほら、滝来て、ようよう見たら、その白い甲羅を藤壺の、まあ、あれという、この間助けたカメだということに分かったわけ。甲羅びっくりしたわね、感動したぜ、それは。ほんで今も埋めて、ほら、そう、あの藤壺のカメが帰ってきたのです。握手握手、おお、ようやっちゅう、いや、ようまこと頑張って、こら三つ履き、139個の卵は波にさらわれないようにと孵化場に移動させました。よう上がってきてくれて産んでくれたね、なんという感じよね。
海の恩返しであるけど、亀の恩返しかと思ってね、よう自分らに見せてくれたよと思ってね。よう来てくれたね。ねえ。ちょっと、ふーちゃん、待ってね。ほら、顔上げてみや。ほら、顔上げて。海へ入る、もう。ねえ、もう帰るねえ、これ。おお、帰ったで。再会、そして新しい命。ウミガメを守ろう会のメンバーは、亀の恩返しに熱い気持ちが込み上げます。そう。本当もうあの神さんもね、本当大変なことやったろうと思ってね、本当海の方へずっとこう帰っていったけどね、まあ自分らも本当やっと救われたみたいでね、神さんこれからもまた元気で頑張って海に来てよ言うてね、送り出したことよ。そういったところがまた 4,5 日経ってからその亀がここへまた来てくれたということがね、本当ありがたいと思った。無事に卵がほら羽化して海に帰れるようになったらええかと思ってね、みんなそれを心配しながら楽しみにしようところですわ、うん。